久保さん、儲かってますね。そっか、塾、売れたらしいじゃないですか。はい。いやー、僕そんな毎日売れないですね。120、120万毎日売れたらね、120万久保さん毎日売れたらすごいことになりますね。<laughs> 120万毎日売れたらもう、え、い,いくらですかねえだから10日でも1000万、2000万でしょ何十、1年でどれくらいになるんですかね まあ僕はあの年に数本売れればいいかなと思ってるんで <laughs>、はい。まあ、あの、4月から、4月からちょっとあのまた高いの売ってくんで。うんまあ、120万払えない人用の売ってきますんで。まあ、あとね、あの月末もまだ、月末3月終わってないでしょ久保さん。3月終わってないんで、最後また新商品売りますんで <laughs>。毎月売ってますね。<laughs> 本当に毎月売るんですけど。あの、今回はどうしようかな。 まあ、あのお金稼ぎたいんだったら商品売れってことですね。まあこれ億万長者合宿でも言いましたよね。まあ,あのお金稼ぎたいんだったら金くれと言えるかって。でもただ金くれたと難しいじゃないですか。なんか差し出さないと。うん、なんか投下交換っていうか交換なんで、じゃあ商品あげるからお金ちょうだいみたいな話ですよね。だからお金あげくださいって言ってもね、さすがに難しいですよね。 だから、お金稼ぎたいんだったら集客して商品作って売ればいいだけなんで、それやってないだけなんですよね。うん、久保さんは即可塾という商品があるから売れるわけじゃないですか。じゃあ、久保さん、まあ、たまに久保、久保さんレベルになると、何も商品なくても勝手に入金があったりとかね、あるんですけど、まあまあまあ、一般の方はそこに行けないので <laughs>。ね、何も商品なくても勝手に振り込まれるみたいなね。いや、いつも久保さんの動画見て参考になってるんで、お金振り込みますみたいなね。 まあ一般の人は商品作りましょう。僕もあの、な月末390円の売りますんで。なんかね、100円ぐらいの商品作れないっていう、なんかそれも考えたこ考えないんですよね。自分が100円の商品作れないか、それすら考えないし、やらないし。僕、未だにやってますからね。だからその390円の新商品シリーズは去年ぐらいから始めて、結構もう定期的に、 もう多分、十、二十本ぐらい作ってるかな。まあ、その、リリースするときだけ安く、こう、売るっていう形なんですけど。だから今後、だからそれ三千円ぐらいにして、三千円でもう二十本でしょ、商品。まあまあ、ですね。まあ、今年、ね、貯めた後、どうしようかなって感じ。まあ、考えますけどその後。うん。だから商品作れるようになると、あとセールするだけなんで、もちろん集客は必要ですけどね。 うんそれをしっかりや,やるってことですよね。うん、でお金稼ぎたいんだったら、○○にしましょうか。お金を稼ぎたいんだったら○○でいきましょう。いってらっしゃい。